東北旅1日目は東京から仙台まで移動、美味しい海鮮丼に舌鼓を打ち大満足した後は満喫に倒れ込みチェックイン。快適すぎてビールを運ぶ手がやめられない、止まらない。翌日は私の第二の故郷岩手県釜石市へ。途中道の駅で休憩してたら2時間くらい経過していて、びっくらぽん、誰か時空歪めたと。まあなんやかんやあったものの、無事お墓参りミッションクリアして友達の待つ盛岡の方へ向かっているマピさんなのである。それでは第2話スタートです。盛岡のイオンに到着ですね。でなんとなんと私の待ち合わせした人がじゃーん、マグちゃんでーす。今日はあれで来てるんだね、ヒマラヤで。インフィールドですよ。そう、しかもあれ着てらっしゃるのって細くだって、こんなにたくさん焼肉定食と冷麺も一人前ずつ頼みました。食べれるかな。このあとクマの話で大盛り上がり。最近日本中クマやばいですよね。ちなみに私たち女子トークとかはほとんどしません。この辺でいいか。今日の私の宿です。斜め向かい、ちゃっかりビール買ってます。楽しい。長旅の疲れを癒すため私はこれからお風呂に向かいます。宿からもほど近いスパ銭湯ゆっこ盛岡さんにお邪魔しました。ツーリングの時は地元のお風呂屋さんに行くのも楽しみの一つだったりします。温かいお風呂に浸かって身も心もすっかり休めることができました。帰ったらマグちゃんは寝落ちしちゃってましたね。札幌から来てくれたんだもん、そりゃ眠いさ、ありがとう。お風呂の後はそりゃ冷たいビールに限る。カシュッとこの蓋を開ける瞬間がたまんないんだよね。いただきます。喉越しやばい。メス、うますぎて頭抱えるレベル。一日遊んだ後のお酒って格別なんだよね。ガンガン流し込んじゃってください。酔いが回って安定の寝落ち。おやすみなさい。小祝農場までのルートなんですけど、ナビが2つ道を示してくれて、1つは回り道で、もう1つはこっちの最短のルートだったんですね。なんかちょっと怪しげな山道になってきたんですけど、ナビが示す道なのでとりあえず行ってみようということでガンガン進んで行ってます。これぐらいの道だったらまだ許容範囲だね。
じゃない？行きましょう、丸先生。申し訳ねえな、行こうなんて言ってしまって。ダメだね、強すぎる好奇心っていうのはね、ちょっとね、仕事ぐらいが経つね。気をつけます。さすが。あ、いやー、バグ先生。よし、とりあえず砂利じゃないとこまで出るか。はい。無謀なことするもんじゃない、バイクでこんな砂利道無理だねって話してた矢先。地元民強いわ。牧場に向かいますよ。ソフトクリーム食べるんかい。行きます。はーい、着いた。バイク駐車場が、あ、ここだわ。バイクここだ。ソフトクリームあるよ。ソフトクリーム食べるよ。食べようぜ。食べよ
ですか、試食。あ、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。嬉しい。どない？濃厚で美味しい。濃厚で美味しい。いや、取ってるし。今ね、ランチ結構混んでるんで、待ってる間にマグちゃんはお土産を見て、私は牛乳を飲みに行こうかなって思ってるの。あとアイスももう一個食べちゃおうかな。ありがとうございます。味が濃い。おいしい。なんかいいのあった？走ってきた。なんかいいのあった？ない。ラムジンギスカンセットにしよう。こっから500キロか。頑張れ。頑張るんだ。これから雨の中、東京へ帰るマピコシ。550キロなんだけどさ、私ひよっこだから無理かもしれんよ。いや、いける。いや、まず先生に言われたらやるっきゃねえ。よし、じゃあ来月も楽しもうね。来月一緒に行ってくれるかな。ふるじゃあまたね、まぐちゃん。はい、バイバーイ。バイバーイ。私の東北ツーリング、皆さん長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。